チュノム。チュノム、何、字はベトナム語を表記するために漢字を応用して作られた文字。日本語の漢字表記では、チュノムと書かれるが、その、字はチュノム表記の U、U、プラス 5B81、うかんむり定字、U、プラス 21A38 を置き換えたものである。13世紀から20世紀初期に使われた。チュノムがいつ発生したかについては、議論があるが、 ベトナム語と中国語とは別の言語であるため、固有名詞をはじめとしてベトナム語にしか存在しない単語を表記する需要が存在した。一般にチュノムとして紹介されることが多いのは、意味や音の似た漢字を変や作りとして組み合わせて、新しい字を形成するものである。例えば、数字の三はと発音されるので、音の近いともえを変として、それに意味を表す。 三を作りとして組み合わせた U プラス二万二十七を用いる。畑など、日本の国字と同じ字型のものもあるが、日本の国字は、チュノムの影響を受けていない。しかしながら、実態としては、人名、地名などの固有名詞や、土着の谷を表すための万葉加盟的な漢字の、借用から発達したと考えられている。長朝の都である花漁で発見された碑文に見える。 国語大、区越の区はベトナム語の大きいの意を移したものとされており、これをチュノムと認めるのであれば、チュノムの使用は少なくとも10世紀に遡る。同音や似た音の漢字をそのまま使用してベトナム語を表現する、漫用加盟的あるいは可尺的な使用法や、漢字の異体字や略体を転用することも多く、それらも通常はチュノムに含まれるので、日本の字よりも広い概念である。 上綺麗にある、BA、数字の3は14世紀の碑文では、波、カンコシオンも BA の字が当てられているほか、長さの単位、サウには似た音の、こカンコシオンは、顔が汚られている。通常の漢字と紛らわしい場合には、く、字型や、口字型の記号を小さく字の左右の髪型につけて、チュノムであることを明示することもある。一般に、チュノムとして紹介されることが多い。 漢字やその一部を組み合わせて、真字を作る使用法は、比較的遅れて登場したもので、造字法では、形成が圧倒的に多い。また、中世のベトナム語には騒音説構造が残っており、2文字で1音を表す例も報告されている。このように、意味だけでなく音の要素も強いため、全近代ベトナム語の最高成にとって、貴重な材料なっている。支配層。 知識階層が漢字漢文を使用していたのに対して、チュノムは民衆のものとされることもあるが、実際の使用には漢字の知識が必要であったため、どちらかというと、自分が意識の強い知識人たちのものであったと思われる。王朝時代にはベトナム語を用いた詩を国音詩、国語詩と呼び、これはチュノムで書き表されていた15世紀のとし詩など、 歴史上では、陳朝を散脱した古希失政機関と、西山、大尊朝の元恵、グエンフエの時期に、漢字、チュノムマジリ表記のベトナム語が、中央の公文書に、正式言語として採用された。地方においても、それ以前から相当数の公文書が、漢字、チュノムマジリ表記のベトナム語で書かれていたと考えられ、江南原子の俗国となった、純情陳。 1693から1832の王家文書、パリアジア解消像においても、チャム文字表記のチャム語文書と共に、多数の漢字、チュノム混じり表記のベトナム語文書が存在する。しかしながら、古町も西山町も短命に終わったため聖書法が確立されるはいらず、チュノムの字体や表記は相当にバラバラだった。このことも後に、チュノムが廃れていく一因となったと思われる。 各時代を通じて、チュノムが専用されるのは、詩文や陰文を用いた文学作品がほとんどである。代表的作品に、電気万録、金雲明、大南国支援家などがある。その他の場面では、固有名詞やベトナム語の単語を表すためにチュノムを漢文の中に散りばめた漢字、チュノム混じり文、これを漢南、反ノム文と呼ぶとして使用され、 チュノムだけで文章を構成することはほとんどなかった。現在ベトナム語はモッパラ、クオックグー国語と呼ばれるラテン文字表記法によって表記されている。これは17世紀にカトリックの宣教師アレクサンドル・ドゥロードが体系化しフランスの植民地化以降普及したものである。植民地期にはクオックグーはフランスによる文明化の象徴として フランス人からの贈り物と呼ばれたが、一方でカトリック教会は積極的にチュノムを使用しており、植民地時代には金属活字も作っていた。独立運動を推進した民族主義者も後期にはクオックグーによる自己形成を遂げた世代となり、中国との違いを強調するナショナリズム、識字立向上を通じた近代化にクオックグーの方が有利であることなどのため、 多くがクオック宮を支持して独立後のベトナム語の正式な表記法となった。1945年に不便性と非効率性を理由に漢字やチュノムは排除されるに至った。現在ベトナムでは漢字やチュノムを復活させるべきという主張が出てきている。また、経済成長と漢字に対する政策的締め付けが弱まったことから近年は神社や 仏寺などの修築、新築にあたって、チュノムを用いた追練や変額、石碑、照明を心臓するところも出ているが、美的感覚、装飾的意味合いが強く、チュノムが日常的な場面に復活してきいるとは言えない。ベトナムにおいては、各種辞書が編纂されてきたが、近年の大型座書には、はじむき牛、朝廷尺編、大辞典、南、2006年、がある。 同書は、発音順と、武士順の前2巻からなる。日本では、竹内世之助編の、チュノム辞典、大学書林、1988年がある。アメリカでは、多くのチュノム学者が編集に参加した、辞典チュノム適院、古史学院、2009がある。ユニコードでは、漢字と統合されている。サロゲートペア、大業態を用いる拡張領域に追加された。 CJK 統合漢字拡張 B には、チュノムのために追加された文字が4232字あるなど、チュノム特有の字体は主に拡張 B 以降に収録されている。拡張 B 以降の領域の文字は、Windows 2000ではサロンゲートペアの設定をレジストリで変更した上でフォントを導入することで、Windows XP では単にフォントを導入することで、 そして、Windows Vista 及び MacOS 10V10.5 からは、標準でサポートされているため、一般のパソコンでも大多数のチュノムを表示、印字することが可能となっているが、入力に関しては、サードパーティー製ソフトを使わない場合は、コード表から選ぶことしかできない。根弱文字教は、漢字と共通の字体を含め、約9000字のチノムを収録しており、 漢字の部品によって検索でき、フォント指定が可能なアプリケーションソフト上で使用することができる。チュノムを含むフォントは無償配布されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。